い、どうも、うみです。本日もベイザの幕切れ続きからやっていこうと思います。はい、前回はね、平井くんの過去編をやっていきました。初田京太郎とか出てきてね、めちゃくちゃ可愛かったですね。そしてかすうみちゃんと平井くんの幸せそうなイラストがね、もう見れて大満足でした。いや、本当幸せであれ、この二人は幸せであれ。じゃあ今日はシナリオ選択から京子さんですね。京子さんの過去編を見ていきましょう。はいはい、ケイくん、わー、いいね、かっこいい、なんか血がついてるけど。2話、カラスの鳴く家、文字が荒々しい。いろいろあったんだろうな。なんか戦争まがいなことやってたんじゃないの。なんかいろいろ複雑そうだったもんね、ケイの過去は。ちょっとどういう感じだったんだろう。なんかめっちゃセミが鳴いてる。月のない夜、あいつは親父と共にやってきた。ほい。月のない夜。月のない夜、空が曇ってたぞ。おい、だれ、でかっ。え、でかくない？収まってないよ。え、この画面に頭収まってない。え、でかっ。父、今日はお前たちにとびきりの土産物があるんだよ。ほい、ほら、新しい兄弟だ。ちゃんと挨拶しなさい。なんかこのお父さんあれだよね。え、立花、立花来た。これだ、立花。立花のお父さんでもあるんだよね。立花陳です。よろしくお願いします。あ、かわいい。え、そんな感じだったの？立花かわいいな。礼儀正しくペコリと頭を下げたそいつは随分と頼りなさげな少年だった。かわいい。ちょ、立花の過去も気になるな。かっこいい。なんかいいね、この生意気そうな見た目。うわ、好きだわ。 K、 また増えるのか、めんどくせえ。あいつを連れてきた親父、工藤光雄は、あ、親父の名前が工藤光雄？よくこうして路地裏に打ち捨てられたような子供を連れてきては家に住まわせていた。俺もここにいた奴らはみんなそうだ。この両サイドの子たちも。親が亡くなって東京でなら仕事があるかもしれないってな、って、ないってんで一人で出てきたそうだ。ごめん、カミカミです。まだ13なのに、かわいそうにな。13歳でか。それはもう大変だね。そんなこと思ってもないくせに。なんか道具として使ってるんでしょ、でも こいつは。おい、ケイ。はい。お前、この子に家の案内をしてやりなさい。新しい弟をしっかりしつけておくんだよ。長男なんだから。あ、長男なんだ。はい。いつも通りに。よし、今日は以上だ。今日、ケイとジン以外は静かに部屋に戻るように。おー、もう複雑。はい。子供たちは納得してるのかな、みんな。まあでも拾ってくれただけでもありがたいのか。親父と弟たちが去ってしまうと、細っこいやつジンといった少年はテコテコとこちらに歩み寄ってきた。え、かわいい、マジで。え、もうこのまま成長してほしかった。あのうさんくさい感じにならないでほしかった。ケイさんが僕のお兄さんになるの？ああ、長男のケイだ。よろしく。よろしくね、かわいい。この家大きいよね。どんなお部屋があるか楽しみだな。あ、あの招き猫、ピカピカですごいね。触っていい？おとなしそうなやつかと思えば、随分とうるさいやつだな。ねえ、お兄さん。お兄さんってば、なんでこんな感じだったのにさ。ねえ、あんな生意気になっちゃったんだろう、大人になったら。ああ、なんだよ。返事してよ。かわいい。やっぱりめんどくせえ。かわいい弟じゃん。これでもう5度目か。これだからガキのおこもりは嫌なんだ。はあ、あのな、面倒見がいいんだね。うん。俺が父さんからお前の案内言いつけられたの聞いてたよな。うん。ならさっさと行くぞ。おとなしく来ないならここに置いていく。あと勝手にそこらのもの触んなよ。まあ冷たい言い方だけど、それでも案内してくれるからね、優しいですね。ああ、待って。わあ、こんな平和な時があったんだね、あの二人にも。ここから廊下だけど。廊下？なんで廊下？どういうこと、なんで廊下？いだ、おでこ。人の話は黙って最後まで聞け。次は拳でやるぞ。怖っ。はい。はい。かわいい。今からここを通るけど、足音は立てるなよ。何、足音立てちゃダメなの？
父さんが嫌がるから家の決まりだ。めんどくせえやの、親父。はーい。めちゃくちゃめんどくさい決まり作るな。なんかね、勝手に子供を連れてきておいてね。俺は廊下に一歩踏み出すと、一度振り返って手招きをしてやった。何？急に雰囲気が。何？あ、しょっとっとっとやばい、大丈夫？気をつけろ。ごめんなさい。あ、大丈夫？セーフ？それはセーフ？ああ、よかった。もうホラーじゃん。ここがお前の部屋。そっちとそっちの別の奴ら。お前は6人目だから、長男の俺と相部屋だ。6人目なんだ。へえ、随分と静かなんだね。誰もいないみたい。廊下の向こうに見えるのが父さんの部屋だ。みんな出かけちゃったのかな？お話ししたかったのに。庭の方を案内する。ついてこい。ねえ。何？不気味だよね。怖いよね、こんな。子供だけで。何何何？庭か、ここ。ねえ、なんで返事もしてくれないの？あ、それ返事もダメなのかな？喋っちゃダメみたいな。ここまで来たら別に話してやる。お前だってやばいと思っただろ、この家。何のこと？やばいと思ってなかった？今のうちに言っておく。父さんに何の弱みを握られたか知らないが、逃げるなら今日のうちだぞ。ここから走って繁華街まで行ければ、まず見つからない。お前はまだ近所の奴らに顔も割れてないしな。弱みを握られ？何の話？ああ、大方父さんにスリでも仕掛けて、ここに連れてこられたんじゃないのか？え？一人でいたら声をかけてくれたから、ついてきただけだよ。この K は弱みを握られてんだね。お前、バカなのか？こいつは俺の言葉にあっけに取られたようで、口をポカンと開けてこちらを見つめていた。知らない奴に声をかけられて、のこのこついてくるってバカだろ。バカって言わないでよ。バカって言う方がバカだもん。はあ、あのな。かわいい。立花がかわいい。めちゃくちゃ。どういうこと？ここに来る奴らはもともとみんなスリや物乞いなんかをして日々食いつないできた奴らばかりだ。俺もそうだが、運悪く父さんに捕まってしまってここにいる。あ、K もスリとかしてて捕まったんか。はぁ、待って、見た目初めて出ましたね。めっちゃ立花に似てるんだけど。この見た目、本当の実の父親だった説とかないかな？こんなに似る？父さん、工藤光代だったっけ？は、明治の頃は巡査であったらしい。何があったか今ではそれもやめてしまい、父さんの言葉を借りるなら、この家で悪道の構成に励んでいる。貧しさから犯罪に手を染めた悪ガキを、俺は救って正しい道に導いてやっているのだ。そうやって得意げに、姿はよく覚えている。近所の奴らはそんなあいつを、ミッツさんと言って慕っていた。忌々しい実態は全くの正反対だというのに。うわぁ、そういう建前でやってるわけね。何もしてないのにここに来るやつなんか初めてだよ。意味がわからない。お前、その感じだと普通の家で生きてきたんだろう。盗みは？でも K がさ、この辺怪我してるのってそのせいなんだよね、多分。あいつのせい。そんなのしたことないよ。じゃあなおさらすぐに出ていくべきだ。ここはお前みたいなやつが来るところじゃない。なんで？まだわからないならはっきり言ってやる。親が死んだかなんだか知らねえけどさ、ここでやることと言ったら、よそから物を盗んで売ったり、ろくなもんじゃない。結局更生させるとか言いながらまた盗みさせてるんじゃん。父さんは巡査なんじゃないの？それで僕みたいな子供を助けてあげてるって。昔はな、元巡査は、が、今はガキを使いっ走りにして裏稼業してるなんて笑えるよな。俺は一人の時とやってることは変わらねえけど、いや、自由があった分、前の方がマシだったか。とにかく、家に来たが最後、である父さんには逆らえない。それがうちのしきたりだ。でもなんかそんな嫌がってないよね。ほら見ろよ、あそこ。
何？あ、なんか怪しい倉庫ある。父さんを怒らせたら、あそこで更生させられる。うわ、閉じ込められるんだ。家の中で騒いでなんか見ろよ。一発だ。ひえ、死ぬってそんな、虐待じゃん。だからあんなに静かだったんだ。父さんは難しい人だからな。何が気に障るか分かったもんじゃない。めんどくさ。子供か大人の顔色を伺う必要なんてないのにね、普通。なんでみんな出ていかないの？ああ、だからそれは弱みを握られてるからだって。俺は父さんから金をすろうとして捕まった。家に来るなら警察に突き出さないでやるって言われたんだ。警察に捕まったら裁判所に連れて行かれて殺されるんだろ。ええー、殺されるまではいかんでしょ。盗んだ、ね、盗みでは。え、これ絶対それで脅されてるんだ。死ぬくらいなら殴られたってここにいた方がマシだよ。いや、使わねえ。そんなことないよ。ないよ。あ、待って。なんか目に光がなくなってない？どうした急に。でもお前は違う。ここにいる必要はない。今のうちにさっさとどっかに。行かないよ。怖っ。は？僕、ここに住む。気に入ったもん。なんか一番さ、あのお父さんを受け継いでたみたいな感じ言ってなかったっけ、こいつが、立花が。正気かよ。やっぱりバカだろ、お前。サイコパスなんだね、元が。バカじゃないよ。それに、お兄さんのことも好きだしね。あのな、素直すぎるというか、なんというか。ため息を吐く俺をよそに、こいつ、ジンは嬉しそうに俺の手を握って、ニコニコしている。かわいい。ドアップかわいい。僕ね、家ではいつもいじめられてたの。姉さんはね、すぐ怒るし、僕の髪を引っ張るの。うわ、こっちを虐待だったんか。母さんは僕にご飯をくれないし、父さんにはずっと無視されてた。僕は出来損ないだからいらないんだって。ひでえ。だから東京に来たんだ。あの家じゃなければどこでもいいって思ってたし。それに、優しいお兄さんに会えたから。握る手にぎゅっと力が込められる。ああ、期待の眼差しってやつ。こういうのは苦手だ。こんなね、今んところ純粋なのにな。優しくねえし、どうせ後悔するぞ。そんなことないよ。兄さんと一緒なら大丈夫。めっちゃ懐いてんじゃん。わけわかんねえ。はぁ、逃げねえならさっさと戻るぞ。父さんに小言言われるのもめんどくさい。うん。こんなやつ、放っておけばいいのに。それでもすがるような小さなこの手を振りほどくことはできなかった。K はね、根は優しいからね、絶対に。いやー、これが最悪な出会いだったんだね、立花。その日から、ジンと俺は共に今日生活することとなった。仕事をするにしたって何にしたって、どんくさいこいつは邪魔なだけなんだが、どこに行こうとしたってついてくるんだから仕方がない。この頃だからだろうか、元からおかしなこの家がさらに歪んでいったのは。そうなんだ。立花が、さらに歪ませたのかな。どうしたの？ちょっと青ざめてない？どうした？わー、パパ黒髪なんや。いや、マジで、メガネかけてるからか。でも、めっちゃ立花に似てる。盗み先の屋敷から後をつけられるなんて、ジンが気づかなければどうなっていたことか。怖っ！怖っ、パパ！お前の失敗はね、仕事を失っただけでなく、家族全員を危険にさらしたんだよ。わかるかい？熱湯を浴びせさられて、右肩がじくじくと、これってやけ、うわぁ、そういうことを言えば、ね、お仕置きでやられたんだよね。もうこんな、ね、綺麗な体を。なんてこと？最悪、マジで。耐えきれずうずくまると、そのまま熱された、銅瓶が背中に押し当てられた。嘘でしょ。まったく、前いたからいいものの、お前が今更そんな失敗をするとは、二度とこのようなことはないように。最低、最悪、最低。返事は？い、父さんはそれを聞くと満足したようで、一言、片付けておきなさいと言って去っていった。子供見る顔じゃないって、目じゃないって、それやめて。ケイは優しい子なのに。どれくらいの時間が経っただろうか。
蔵の中は冷たい。立ち上がる気力もなく、そのまま倒れ込んでいると、聞き慣れた声が頭上に響いた。あ、ジン。兄さん、大丈夫？バカ野郎、これが大丈夫に見えるかよ。あの、お水持ってきたから、着物取って。ああ、無理だ、これ。皮が張り付いてる。そのまま。皮が張り付いてる。わかった。いや、痛い。そう言うとジンは手おけの水をかけてくれた。今更もう意味もない気がするが、気休めにはなる。ごめん兄さん、僕のせいで。別に。でも、ジンが申し訳なさそうに縮こまっているのはもっともだ。実のところは今日、俺たちが依頼されたものは盗み出す最中に、慣れないジンが屋敷の者に捕まってしまったのだ。ああ、なるほど。なんとか隙をついて助け出せたからよかったものの、依頼品は諦めざるを得なくなってしまった。父さんが怖かったんだろ。別に嘘ついたこと恨んじゃいねえよ。いや、なんか怪しい。わざとじゃない？俺は慣れてるからいい。これに懲りたら無理な仕事についてくるんじゃねえぞ。うん。ジンが嘘をつくのはこれが初めてではなかった。こいつの昔の話だって聞くたびに違うことを言うものだから、結局今でも何が本当なのかはわからない。めっちゃホラ吹きなんか。なんでこんなやつかばってやってるんだか。ジンが倒れ込んだままでいた俺を抱き起こす。添えられた白くて細い腕は変色してぐちゃぐちゃになった俺の腕とは似ても似つかなかった。俺は今さら傷一つ増えたところで何も変わらねえ。でもジンは違う。優しい。一人の方が何もかもうまくやれていた。それでも夜中、時折ひどく怯えたよう、様ような目をするこいつを放っておくことはできなかった。優しすぎるがゆえにつけ込まれて、なんか利用されたのかな、ジンに。俺たちの家には金がなかった。裏稼業で稼ぐにしても、右から左へ物を流すだけでは、7人で食っていくだけで精一杯だった。あの父さんがそれだけで満足するはずはない。いよいよ生活が苦しくなると、まず始まったのは、商館への斡旋事業だった。そういう、斡旋、そういうと聞こえはいいが、実際は人身売買に近い。ひぃ、嫌がる女を父さんと無理やり引いてくることもあった。俺が一番体が大きかったから。うわぁ、事業が成功するとともに父さんの生活はどんどん派手になっていく。それと引き換えに俺たちの仕事はどんどん苛烈を極めていった。子供を利用する最低な大人。法が教養が権力が何だというのだ。そのものは世の中が動けばすぐになくなってしまう。片言。欲しいものがあれば何をしてでも手に入れる。手に入れたら、塵になるまで使い倒しなさい。あと、後世大事に取っておいたって腐るだけなんだから。俺が教えてやっているのはね、天地がひっくり返ったって生き残れる方法なんだよ。ほら、できるね。余計なこと教えな。手渡された小刀は崩れた俺の片腕にずっしりとのしかかった。俺もいつかはゴミくずみたいに投げ捨てられて終わるんだろうか。いや、もうそうなってしまっているのか。うわぁ、本当に、悪く、やばい大人に捕まっちゃったんだ。俺みたいなガキは使い倒すには便利だっただろう。辻斬りのように夜道に限って標的を狙えば、バレることはなかった。やった。もういろんな人、たくさんの人を殺してきたのかな。あ、兄さん、お帰りなさい。声がでけえよ。今は父さんがいないから喋っても大丈夫。みんなご飯食べたけど、兄さんは？食べる。父さんまた出かけてんのか？カフェに行ってくるんだって。また女の子連れて帰ってくるから、カフェ来た。知らねえ。どうでもいい。なんでよ。可愛い子だったら嬉しいじゃん。どうせすぐどっかに売られんだろ。物に可愛いも何もねえよ。置いてあった夕飯を書き込みながら答える。今日は大きな仕事があったから、いつもよりおかずが多く盛られていた。ああ、そういえば、この前来たやつは。
まだ蔵につないであるみたい。今回は暴れて困ってるって父さんが言ってたよ。ふん。あ、ねえ、今日のお仕事はどうだったの？別に変わったことなんかねえよ。夜道でやって、それで終わりだよ。どんな人だった？めっちゃ聞くじゃん。普通のおっさん、デブだったから歯渡り足りねえかなって思ったけど、首ならいけた。怖い怖い。首なんて届かないんじゃ。後ろから飛びかかってやれば倒れるだろ。そこをこうやって傍らに覆ってあった小刀を振って演じてやると、ジンは目を輝かせて喜んだ。いいな、いいな、僕もそういうのやりたい。怖え。はあ、だるいだけだろ。こんなん着物汚れるし。なら交換してよ。お前には無理だろ。走るのも遅いし、やり損ねたやつにすぐに捕まりそうだ。なんでやり損ねるって決めつけるのさ。スネルジンを置いて麦飯の最後の一口を漬物と一緒に放り込むと、俺は席を立った。いや、サイコパスだな。あー、どこ行くの？部屋に戻る。待って、僕も行く。なるほどなるほど。まあ、怖い部分はちょいちょい見えますね、立花。ねえ、それで首を刺した時はどんな感じだったの？結構硬かったな。違う、そういうのじゃないの。そうは言われてもな、こいつは俺の話に何を期待しているんだろうか。今日何かこれ以上に特別な出来事があったわけでもない。兄さんはいつもつまらなさそうな顔をしてるよね。もったいないよ。そりゃ面白いこともないからな。俺は明日の飯がありゃそれでいい。なんで？東京にはこんなに楽しいことがたくさんあるのに。そりゃ結構なことで、ここでそんなに元気ならお前はどこに行ったってやっていけるよ。そんなことないよ。気まずい。あっそ。こいつは上辺だけは人懐っこいくせに、自分のことに関しては全く本当のことを言わない。でも今の言葉には時折見せる怯えの表情があった。多分これは嘘じゃない。俺はジンが何を思ってここに来たかなんてどうでもよかった。興味がない。ただこいつが使い倒されてゴミくずになるのは見たくはないなと思った。うわ、優しい。自分はいいのに、自分を犠牲にしてまで守ろうとしてるんでしょ。本当にいい子だ。もっと幸せなね、家庭で育ってほしかったな。兄さん、父さんが呼んでる。わかった。何？怖い。呼び出し？何？何なのさ。もうやめてね。熱いのかけたりとか、本当に。シャレにならんから。え？何？父さん、これは。何したの？ああ、ケイ。やっと来たか。あまりにもこいつが暴れるもんだからね。少し叱ったら、この様だよ。え？何？鉄臭い？蔵の中には手足を縛られた女が一人転がっている。女？しかも頭が割られているらしい。開け放たれた戸から差し込む火が赤黒い水たまりに反射して鈍く光っている。まったく、もう使い物にならない。これはもうお前の好きにしていいから、終わったら片付けておきなさい。どうせ今日は非番だったろ。この片付けを子供にさせる？園児。はい。父さんは蔵の奥にあった、とかを引っ張り出して、俺のそばに投げ捨てると、そのまま行ってしまった。うわぁ、最悪。何したん、マジ。しばらく経っても俺は動けずにいた。女はまだ息をしていて、ボロボロの着物から伸びる首には、引っかき傷に暴行の跡が見て取れた。かすれた声で、なりに誰かの名前を呼んでいる。一人の死にそうな人間をこんなにまじまじと見るのは初めてだった。兄さんはどこから行きたい？は？サイコパシー。ほっといたら死んじゃうよ。もったいないよ。怖い。兄さんがしないなら僕がやってもいいんだよね。ねえ、そうでしょう？交換してくれてありがとう。ジンはそう言うと、落ち着いた、をひょいと持ち上げ、俺の先を歩いていった。女に馬乗りになると、そのまま喉笛に刃を押し当てる。
おおマイヤー、ギチギチと鈍い音が響いた。心臓を握りつぶすような圧迫感、お構いなしにわめき続けるセミの声、水音。別に何度も聞いたことがあるはずなのに。うわぁ。女はもう喋らない。こちらに背を向けたジンは馬乗りになったまま女の長い髪をすくって、わまじまじとそれを見つめていた。蔵の中は先ほどよりもずっと静かになった。広がった血だまりがゆっくりと木目を伝って俺の左足を包み込む。この女、俺と同じだ。俺も這いつくばってゴミみたいになって、最後はこんな風に薄汚れた場所で終わるんだろう。何かが胸の奥で崩れたような、そんな気がした。弟を守りたいと思っていた。でも、ジンの背中は父さんと同じだった。俺は何を勘違いしていたんだろうな。怖いよね、これは。ジン、それ、楽しいか？うん、すっごく。は、そうだな。俺は蔵の隅に腰を下ろして、こいつが満足するまでを眺めていた。弟がこんなにも嬉しそうにしているのに、俺は同じように笑えない。守るなんて、ただの俺の独りよがりだったのだろう。惨めでしょうがない。気がつけば、乾いた笑いがこぼれていた？漏れていた。こいつは何時だってよく喋る。いつものように、お金がたくさんあったら何がしたいだとか、たまには洋菓子も食べたいねとか、お嫁さんにするならどんな子がいいとか、そんな話をしていた。どれだけこいつの話を聞いても、俺はこいつを分かってやることができなかった。もう違うもんね。なんか見てる。見え方が違うよ、絶対にこれ。いや、怖い怖い。何カラス？その夜、俺は家を抜け出した。逃げたんだ。ここで逃げて、オーナーに拾ってもらって、って感じだったんか。で、オーナーって結局やっぱいい人だったんだよね、ただの、あれ、本編では。もう、どうにでもなればいい。何も考えずに、身の気着、気のまま飛び出してきてしまった。急に降り出した大雨は、軒先に身を寄せても刺すように吹き込んでくる。金も何もない。この小刀は明日にでも売って飯の足しにするか。明日父さんが気づけばこの町に探しに来るよな。近所の連中なんかも一緒に。もっと遠くに逃げなければ。そう思っても雨を吸って重くなった着物でこれ以上どうする気にもなれなかった。寒い。体が動かない。捕まったらもうそれで終わりにしよう。刀を売るのはやめだ。ここあれだよね。バッドエンドロード。その方が楽だ。そう思えば全てが簡単なことのように思えてくる。雨は未だゴーゴーと降り続けていた。まぶたが重くなってくる。もう寝てしまってもいいかもしれない。ここで寝たら死んじゃう。軒先にしゃがみ込んだまま目を閉じた。あいつは、弟たちは俺がいなくても大丈夫だろうか。立花は大丈夫だけど他はね、危ないかも。どれくらいこうしていたのだろう。遠くから足音が近づいてくる。そいつが父さんの手先だろうが、ただの通りすがりだろうが、何だってよかった。足音が俺の前でピタリと止まる。ここで終わりなのだろうか。閉じていたまぶたをゆっくりと開ける。その人影は、オーナー、オーナーだ！オーナーさ、私、黒幕とか思ってたけど、多分オーナー全然、やっぱ優しい人なんだよね。はぁ！うわぁ！急に何？急に何？急に何ですか？その素敵なイラストは。え、めっちゃいいわ。すべてを話し終えてしまうと、俺は初めて彼女と向き合った。なるほど。これ今過去のことを話してたんだ、かすみちゃんに。本当に。え、めっちゃいい。K、かっこいい。随分と昔の話だ。整理はついている。それでも、あの時を思い出しながら、話している間は、どうしても彼女の目を見ることができなかった。まあ、たくさん殺してきただろうしね。俺は戸籍もなければ、そこらの奴らが当たり前に持っているようなものは何一つ通して持っていない。彼女のような人にとっては、それはとても怖いことなんだろうと思う。それでも、彼女はずっと俺の手を握って、ただ聞いて、うなずいてくれていた。傷一つない、小さな手をぎゅっと握り返す。温かい。俺の人生、何も正しいことなんてなかった。今でさえ、人の普通もわからないままだ。ああ、いい笑顔。俺の独りよがりだっていい。それでも、かすみさんの人生だけは。
それだけは命をかけて最後まで守ろう。だがしかし、この後ね、迎えに行くよっていう戸張からのね、お手紙が来ちゃうんだもんね。まあハッピーエンドには、あの二人でハッピーエンドにはなれないってことだよね。はい、強行しゲットしました。いやー、よかった、めちゃくちゃよかった。いや、かっこいいね、やっぱK、かっこいいわ。K も好きだわ。ね、平井くんももちろんいいけど。いや、これ、いや、かわいい。めっちゃかわいい。ショタ K いいですね、めちゃくちゃ。いや、でも辛かったな、マジ。境遇が辛すぎる。もうほんと不運としか言いようがないもんね。偶然拾われたのがやばいやつだったっていう。あ、いやー、このまま、この二人も幸せになって。この二人と同様に、こんな幸せ。幸せ。幸せー。